貴重な映像でございます。40年前の有田水島漁協の様子です。ご覧ください。懐かしいでございます。皆さんかっこいい。和歌山県有田市、ここは有田川の河口に開けた水島漁港を中心に漁業の盛んなところ。午後3時から4時にかけて漁港ではリヤカーを引く女性が主役。夜の明けやらぬうちに出漁していった船団が帰ってきた。紀伊水道から四国沖まで底引き漁で魚群を追ってきた男たち。海と共に生きてきた夫婦の会話と子供たちの歓声が響く。秀人さんは水島漁業協同組合青年部部長。その漁と違うか、まあ、これやっぱりこのディアカがね。漁から帰ってきた島田さん宅の玄関先。今日もまた島田さんたち若者と親父さんたちは昔の思い出に話が弾む。53年頃が一番多かったと思うわ。またその自分にもね、ずっとうち の, その年間の水揚げがね、水揚げ高がね、51年、52、53、54年までずっとこういうような上がりっぱなしだったんよ。あのうちだったら、カッチョでもハゲでも何でもあったよな。うん、やっぱり魚が一番多いときは、修繕が一番多かったときは、うわ。それ二度目やる時だったからな、うん、多いだった。魚でやったら修繕がな、色変わりも、色変わりも多いだしな。色しなったけどな。今も、水島町漁業協同組合青年部は、現在32名。土曜日、漁が休みということもあって、毎月第1、第3金曜日の夜、漁業組合の一室に集まる。彼らは先日、田辺市で開かれた和歌山県漁村青少年婦人活動実績発表大会に出席した。その大会で、各地の青年たちの意欲的な活動に刺激を受けた。漁業から育てる漁業とか言うてればあんなが言うんじゃない。まあ、あれでも漁業運動ね、あれは底引きやってるだけでね、底引きと二股でな、これで、まあ一個ですよね、先生では無理だよ、話があったんで。じゃあ結局みんなが、この青年部のみんながね、協力するから資源的にやっていくのにやっていけないことになるけどな。養殖っていうのがね、まあ、わがらとって魚だけちゃうのよ。淡水もんでもね、なんでも生きてる鳥がいっぱいあったわけだよ。タタジョウやな、オイルもやな、これやってみるかっていう、そのやってみるっていう気がなかったら、そんなもん取り組んでも知らないってことやか。チッパーという今までのことは水の前だったんだよな。10年でも20年もやってるけど、発足して1年の水島漁協青年部も、取る漁業をどう展開するか、時間を忘れて討議は続く。失敗のことを思ってたら何年もやるやん。魚がないね。で、ないし、50年もね、一個も買ってない魚の値段が。大島。物価が上がって魚が多いじゃない。真っ暗な水島の港。
午前3時、島田さんたちは今日も漁に出た。今、水産業は漁場の制約、燃料価格の問題など厳しい環境下にあると言われる。水産物の栄養的な良さが再認識されつつあるが、依然漁業の情勢も厳しい。しかし従来の漁業は取る漁業が中心で、資源の増加については自然の力に任せてきた。しかし近年、農業と同じように作り育てるという考え方を取り入れて、水産資源の維持増大を図る栽培漁業が全国的規模で行われている。このような情勢の中にあって、島田さんたちは美濃島漁業協同組合青年部を発足させて、明日の漁業を模索しようとしている。和歌山県では今後さらに漁業関係者の理解と協力を得ながら、稚魚の大量放流や漁場の造成を進め、栽培漁業をさらに発展させていこうとしている。美濃島にはこれといった郷土芸能がなかった。そこで美濃島青年部では、自分たちで後世に何かを残そうと新たに獅子舞を始めた。島田さんたちはこういう仲間意識と団結こそ、明日の漁業を支えていく若い力になるのではと話してくれた。有田市宮崎町の美濃島漁港の広場で、地元青年団が参加して盆踊り大会が開かれました。宮崎町辰ヶ浜の美濃島漁港の広場に組まれた櫓は、大漁旗と御幣で飾られ、太鼓に合わせて若者が独特の節回しで歌い続けました。古くから有田地方で歌い踊り継がれた清張盆踊りも、今では宮崎町だけとなっており、毎年お盆の13日、地元の人たちや帰省した青年らがお盆の夜を踊り続けます。漁師町宮崎町の漁師さんたちは、12日から1週間お盆休みを取り出漁しないとあって、盆踊り大会には家族連れで訪れ、子どもたちは午後9時ごろまで踊りを楽しみました。美濃島漁協の青年部が発足して5年目となった今年は、会員も8人から22人に増え、歌い手としてまた踊り手として古くからの盆踊りに花を咲かせました。
盆踊りの最後には夏の病気にかからない強い子供になることを祈り、参加した子供たちに100円同貨入りの幣が配られました。県有田市美濃島は漁師さんの数が632人と県下でも指折りの漁師町です。その美濃島漁港に午後2時を過ぎる頃から漁を終えた底引き船が次々と帰り、水揚げが始まります。港の名物は何といっても水揚げに使うリヤカーでしょう。各船ごとに 5,6 台は使うので、その数は700台以上と言われています。この季節特によく揚がるのがヒイカにタチウオ。それら魚を満載したリヤカーが午後3時の競りに合わせ順番待ちのため並びます。1台ずつ行われますから、市場にはリヤカーの列があっという間に出来上がります。活気に満ちたこの港でもう一つ目を引くのが多くの若者たちの姿です。30歳以下が100名を超す美濃島町漁業協同組合は、後継者に恵まれた人材豊かな漁協といえるでしょう。地元の中学校で発球を追うのは美濃島町漁業協同組合青年部の若者たちです。キャプテンは部長を務める橋中信明さんです。ひときわ身を固くして出番を待つ出場者がいた。有田市の橋中信明さんである。橋中さんは43歳、高校を卒業して以来漁業一筋25年の海の男である。橋中さんの漁場は和歌山から徳島沖にかけての紀伊水道。狙う獲物はタチウオである。おお、ゆっくり投げよう。毎朝3時に出港し、帰ってくるのは夕方の6時。腕一本で家族6人を支えてきた。この部屋で一人いる時は時々歌ったりします。どんな歌多いんですか？やっぱり漁師の歌ですね。あれの空風よ吹け、あれくれごんそのかなさけ、煩悩岬
く頃今年もカツオがカツオが来るぞはまらんかい気ばらんかい東シナ海は男の海よ